皆様、こんにちは、こんばんは、おはようございます。タロット歴24年目のモーセ姫と申します。本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はルノルマンカードとタロットカードを使って、1ヶ月後のあの人、1ヶ月後あの人とどうなっているかっていうのを、状況をこちらから9枚、そしてカードをね3枚取って、まあお相手の気持ちのこう流れを読んでいこうと思います。カードは今からシャッフルをしていきますので、今の段階で1番2番3番4番ということで、石のイメージから選んでいただければと思います。今回ね使っていく、ルノルマンカードはこちらです。そしてちょっとねカードがね反射しちゃうかもしれないんだけど、もしねちょっと反射が厳しいようだったら違うカードにするんですけど、タロットカードはねこのイタリアのタロットを使っていきます。正逆あります。じゃあちょっとカードねシャッフルをまずしていきたいと思います。じゃあちょっとこちらからしていきます。1ヶ月後のお相手の状況ですね、どうなってるかなっていうのを9枚のカードを使って見ていきたいと思います。今日も声が枯れててすみません。まずねカードをちょっとね後で綺麗に並べます。お待たせしました。カードをシャッフルしたので、と再び今のこの状況で選んでいただいてもいいですし、今さっきの直感から選んでいただいても大丈夫です。じゃあこの左のね白い石の方からカードを開いていきたいと思います。よいしょ。じゃあ見ていきましょう。じゃあまずねお相手の気持ちね、じゃあ過去現在未来、過去現在未来、おおはい、おお、なんかすごいですね、むちゃくちゃ上り調子になってる。すごい、これね、正逆も読みます。よし、じゃあ、こちらルノルマンカードもとね、6枚出していきますね。9枚だ。出していきますね。なんかお相手の人来てくれそうですよね。一旦辛すぎてちょっと音信不通とかになっちゃったのかな。いいですね。ちょっと待ってね。よいしょ。
なんかよっぽどちょっと関係が、過去が辛かったような気がする。ああ、いいですね。すごくいいカードが出てる。すごい綺麗ですよね。1ヶ月後の状態。はい。まずタロットから解説していこうかな。これ、過去、現在、未来なんですけれども、過去がね、吊るされの男のリバース。ちょっとね、お相手。なんかね、相当、お相手、彼女かもしれないんだけど、相当あなたに頑張っていたと思うんですよ。そうですね。なんかこう、ちょっと過去の状況から見てでもね、なんかこう、心も体も酷使して、こう、すごくこう、あなたに時間を作ってくれてたりとかね。なんかこう、なんていうのかな、恋愛って楽しいはずなんだけど、こう、お互いにとって辛かったのかなっていうのがすごく見える。それで一旦もしかすると、距離があったのか、時間が合わなかったのか、なかなか会えなかったのか、一旦過去というか、今かもしれないんですけど、こう距離をね、置いてたりとか、もしかすると人によってはね、音信不通とか、そんな状態になっている人がいるかもしれない。でもね、現状、これ過去ですね。でもね、現状がこれ、ワンドの4なんですよね。なんかこう、とても、ほら、幸せそうな。なんかね、これこう、自分の居場所に帰る。居心地のいいところに帰る。っていう意味があって、調和なんですよね。だから、彼や彼女からすると、あなたという人は、自分にとって居心地がいい。早く君のもとへ、あなたのもとへ、こう帰りたい、戻りたいっていう風な感じがね、すごくするの。で、現状がね、女性のカードと星のカードとき、このね、コンビネーションむちゃくちゃいいですよ。女性のあなた、で見ていただいているのが女性のあなたであれば、もう願い叶うよねみたいな。そしてこの気っていうのが、健康とかも表すんだけど、精神的なものもすごく表すから、なんていうのかな、お互い心が通じ合っている。もしかしたら距離はあるかもしれないんだけど、今でもあるかもしれないんだけど、もうあなたもお相手も、もう思い合ってるよねっていうのが現状。そしてね、じゃあ1ヶ月後どうなってるかっていうと、びっくりだよね、これ。コインのエースむちゃくちゃいいですよ。もう、形になってる。なんか今でもね、これだけお互い好き合っている。好き同士。でももしかしたらまだ会えてないかもしれないんですよ。でもね、1ヶ月後にはね、ほら見て、お相手、これね、彼かもしれないし、彼女かもしれないけど、会いに来てくれるし、もしかするとあなたが会いに行くかもしれない。そして、カードがライダーとね、犬、ワンちゃんと月。もうこれ、夢が叶う、もう二人の関係がとてもいいフレン、あの、リレーションシップ、とてもいい関係性を保ててて、で、この2人のとてもこう情熱的な、もちろん信頼関係もしっかりあって、なおかつロマンチック、愛情、それもすごくあるって出てるのね。いや、とってもいいと思いますよ。過去、本当になんかお互い辛かったんだと思うんです。この山と、十字架と、熊だから、それはね、とっても思うんですね。でね、ちょっとね、別の見方をすると、そうだな。この中心にあるのが星。
この星っていうのがもうね、今さっきから何回も言ってるんだけど、距離も表すんだけれども、自分の理想とかね、夢が実現するっていう意味が一番大切な真ん中に来てるんですよ。で、これはやっぱどういうことかっていうと、1ヶ月後あなたが望む状況になってるよっていうのが、もうまずもうここがもう答えですよね。で、それであなた自身としてもね、会いに行きたい、会いに来てほしいっていう気持ち、そしてこのクマっていうのがとてもね、母性を表すんですよね。で、感情を溜めていたっていうことも考えられるから、あなたもお相手の人もいろいろ、我慢してたこと、それはあるかもしれないけども、そこがね、いわゆるこのか動き出すって出てるんですよね。動きがある状況、そしてちょっと中間意識っていうふうな形で見ていても、でもやっぱ一旦は別れたとかね、音信不通になったとしても、でもやっぱりあなたのこと、お互いに星を、お互いね、違うところから星を見ながらお互い思いやってる、信頼関係がとてもあるって出てて、で、ちょっとここの深い意識、ここのね、3つのカードを見てると、山、木、月、試練はあるかもしれない、距離はあるかもしれない、でも頑張ろうっていう前向きさ、やっぱり私は彼とね、彼女と正々堂々とした付き合い、根っこを張っていきたい、いわゆる形を求める、そういうきちんとしたもの、それをしていきたいっていう風な形がね、出ていて、で、こちらのね、未来のカード、現状もそうなんだけど、これもね、結婚とか調和って表すんだけど、この未来のカードがね、コインのエースが、もう本当に、タロットを知ってる人だったら、もしかしてご存知かもしれないんだけど、ダイアルガナの世界ってあるでしょ？あれすごく、いわゆるいいカード、あれも完成って言われてるんだけど、それに匹敵するぐらいコインのエースって、むちゃむちゃ強力なんですよ。それが、お相手の気持ちで未来で出るってことだから、今回1ヶ月後、もしかするともう2人の関係を、もう私、より距離がね、もしあったとしても、もう会えるようになってたりとかね、とてもまた仲のいい2人に戻っていると思う。でも、それだけじゃなくって、お相手の人は結婚、次のステップ、そこまで考えてるんじゃないかなと思うんですね。もうね、あなたに会いたくて会いたくて会いたくてしょうがないみたいな。走ってくると思うよ。本当に。だからね、もう中心カードがまずとってもいいからね。確かにネガティブなカードは山とかあるんだけど、でもこれはもう過去の状態、頑張ってきたこと、2人が以前こうだったっていうこと、それを表すと思う。もう未来はね、もう本当に天体カード。ねえ、もう宇宙も応援してくれてるよ、みたいな。ね、星と月とかめちゃくちゃ嬉しいですよね。とってもとってもロマンチックでね、いいカードでしょ？なので、まずこれが1番の方です。来月、とってもいい状況になってると思います。今でもね、決して悪くないですよ。でも、来月の方がもっともっともっと幸せになってる。そんな気がします。はい。見ていただきまして、ありがとうございます。はい。2番の方、お待たせしました。カードを広げさせていただきました。こちらタロットが、過去の気持ち、お相手の気持ち、現在の気持ち、未来の気持ち、そして、ルノルマンカードも9枚出しています。そうですね。過去の状態も含めて、見ていきましょうかね。というか、このお相手の方、仕事が忙しいのかな？ちょっと健康面、ちょっと気になるなーって感じで。なんかね、あなたと彼、あなたと彼女、
なんかこう好き同士、好き同士だったと思うんですね。好き同士だったと思うんだけど、お互いの、こう気持ちの大きさ、気持ちの強さって言えばいいかな。それがこれね、正義の逆なんですけど、ね、それが出てるから、何かこうなんとなくこう合わないような状況になってしまってて、お二人案外お付き合い長いのかなと思うんですけど、そこにちょっとこう陰りが見え始めたのかなっていう感じがするんですね。で、現状がね、カップの7のリバース。なんかね、少しずつ現実に、お相手の人も気づいてきている。そして、まあここ男性のカードが出てるんだけれども、あなたと、そうですね、ちょっとここのカードを見ると、棺と男性のカードと蜘蛛のカード。まだね、こうお相手、ちょっとこれね、男性って形で読ませていただくんですけれども、お相手の男性、まだまだね、精神的なもの、ストレスと、あとね、健康面がね、まだ、整ってないような気がしますね。ただ、あなたへの気持ちは少しずつこう取り戻してきてるような、体はね、体と心はまだ正直きつそうな気がするんですよ。なんか非常に、なんかこう、未だにハードワークなのかなっていう気はする。するんだけれども、ああ、やっぱりあのね、彼からするとあなた、2番のあなたがとてもね、自分にね、なんかいろいろ尽くしてくれてたなとか、頑張ってくれてたなとか、なんかあんなに愛されてたなっていうのが、なんかこう気づき始めたのが今のような気がする。逆にちょっと体調がね、なんかね、過去よりももしかしたらね、今ね、寝込んでなかったらいいけどなって感じかな。だからもしかするとちょっと体、なんか大丈夫かなととても心配するような感じ。なんかそういう時にこそ、お相手の人、ね、あなたですよね、のことをこうよりね、切なく思ったり、なんかするのかなっていう感じがする。で、未来の気持ちがね、まあ、ようやくこれね、薪を運べる カードコインの7なんだけれども、少しずつ彼、まあ、彼お相手の人自身、気持ちが前向きになってきてるのかなと。で、やっぱり船っていうカードも出てるし、まあ、ここの3枚を見ると、無知っていうカードと船っていうカードと狐だからね、まあ、ようやくこの、ちょっと私ごめんなさい、これ寝てる状況、ちょっとね、病気じゃなかったらいいけどなっていう形で、今すみません、読ませていただいてるんですが、来月の今ぐらいは、もうお相手の人は仕事とかも元気にできているかなと。ただ、体は大丈夫なんだけどね、内面が心配。非常にハードワークでストレス抱えてるんじゃないかなっていうのが、とても心配になるかなっていうところはある。なので、来月の今ぐらいっていうと、どうなってるかっていうと、彼は、お相手の人は今でもあなたのことを、こう今、ようやくこう思い出してきている。そんな状態で、来月ってなると、お相手の人が働けるぐらい、いわゆるね、ちょっとこう元気になってきている状況。で、あなたとの状況は、もしかするとこれ、連絡はあるかもしれない。そうだな、ちょっと待ってくださいね。ここのコンビネーション。タワーと棺と無地。なんか喧嘩とかね、そういったちょっとこう、イライラっていうことがあって、この関係は終わった方がいいのかなとか思ったような気がする。で、今ね、少しずつやっぱり動きたいなっていう気持ち、それが出ていて、で、あなたのことやっぱり花が出てるからね、やっぱフラワーね、が出てるから、やっぱ好きなんですよね。好きなんだけれども、また同じことを繰り返したらどうしようとか、そういう不安。あとこれ、まあ、狐、まあ、いわゆる第三者の存在とかも表すんだけれども、過去にね、もしかしたら、
なんかこう心の中でちょっとね、二股かけてたりとかあるかもしれないけど、今のところはそれは見えないかなって感じです。なんかあなたの方に動いてきてくれる可能性はある。でもまだ先、まだね、仕事優先っていうカードが出てるから、あなたと彼、あなたとお相手の状況が動き始めるかな、動きたいと思ってるかなっていう状況。ただ体が開かない感じかな。仕事が忙しくてとか、まだ疲れが取れなくてって。だから今、いわゆる今っていうか過去の状況よりは来月の状況っていうのは、お相手の健康面とかも考えて、あとお相手の気持ちも考えると、随分落ち着いてきて、あなたへ前向きな気持ちや状況になってるんじゃないかなと思います。動きはね、少しずつね、ありますよ。あるある。だから動き出すとすごく早いと思うんですよ。ただまだこの雲とね、棺がちょっとね、このお相手の人のことをちょっとこう邪魔してる感じ。でも、なんか頑張りそうだな、あなたに向かって頑張ってきてくれるんじゃないかなと、そんな気がします。はい、これが2番の方でした。見ていただきましてありがとうございます。はい、3番の方、お待たせしました。カードを出させていただきました。お相手の気持ち、過去、現在、未来。そして、ルノルマンカードもこちら9枚出させていただいています。いいですね。むちゃくちゃいいですね。なんかね、ここのね、中心カード、ここがね、太陽なんですよ。彼女、今でも過去も未来もあなたのこと大好きですよね。なんかこう、あんまりね、そんなにこう、3番の方、こう、問題が全くないように見える。過去の気持ちから見ててもね、これコインのページで、あなたへの愛情、根付いてるし、なんていうのかな、もう好きって気持ちしっかりあるんですよね。もうこのこうコインのように、お相手の人があなたのことをね、大切に持ってくれてるし、気持ちをね。で、現状肯定でしょ？もう、こう揺るがない気持ちだよね。お相手の人は少々を、まあ少々というか、まあ仕事ができてね、まあかっこよくって、そうだな、ちょっと年齢にもよると思うんだけど、将来出世を約束されているような人、まあ、いわゆる仕事があの人できるよねとか、あとは、なんかね、今降りてきたイメージはね、40代前半かな。そうだな、既婚者の人もいるのかな。ね、もしかするとダブルかもしれないんだけど、なんかね、こんなにかっこいい素敵な人が、独身でいるわけない、20代じゃないと思うんですよ。違ったらごめんなさい。なんかね、独身でいるわけないと思って、あとパパの顔がね、ちょっと見えるので、もしかするとね、婚外恋愛とかね、お相手に家庭がある人、もしくはダブル不倫の人なのかなと思いました。でね、未来の気持ち、ちょっとした、口論というか、言葉のやりとり、が若干あるのかもしれないと思うんだけれども、はい、わかりました。これをね、9枚トータルで見たら、ね、やっぱ、ここにヘビが出てるからね。で、ヘビとニワとユリ。まあこれ、まあ典型的な、不倫、かなって改めて
過去の現状から思いました。それでもお相手はあなたのこと好きですよ。とても大切にしてる。で、現状もすごいよね。これすごいですよ。クローバーと太陽と家。なんかこう、そうだな。もし不倫っていう形じゃなければ、あなたは彼と全くもって例えば同じ家に帰ったりとかね、一緒に住んだりとか、なんか結婚約束なんかこうしてるのかなとかするのかなとか、そういうふうな状況にも見えるし、もしお相手の人が既婚者であれば、まあ、この家っていうのがあなたの家、それで彼は本当に居心地よくあなたの家で過ごすのかなっていう感じで、未来はね、接戦のリバース出てはいるんだけれども、ちょっとした言葉の行き違いとかコミュニケーションの違いってあるかもしれないんだけど、でもハートですよ。すごいですよね。で、1ヶ月後の状況どうなってるかっていうと、もしね、今あなたが例えば第三者の存在とか、ね、奥さんの存在とか、もしあなたが気になっているのであれば、もうね、そんなこと気にしなくていいぐらい、あなたとお相手の人、むちゃくちゃラブラブです。むちゃくちゃ愛し合ってます。気持ちをね、きちんとね、伝えてくれるのかなっていう感じがする。で、もしかすると、お相手はまだね、心決まらないかもしれないんだけど、あなたとお相手の人、これプロポーズ、結婚の約束あるのかなと。あと、ちょっとごめんなさい、状況が全く変わって申し訳ないんですけど、もしこれが片思いの人であればね、もうなんか早く気持ち伝え合おうよ、会おうよって思うし、もう1ヶ月後には告白をするとかされるとかしてお付き合い始まるのかなっていう気がする。なんかむしろ1ヶ月後を待つよりも今、あなたから動いてみて、なんか積極的に出ていいと思います。なんかね、来月になるとお相手の人は大丈夫かな、僕で私でっていうちょっとした不安が出てきそうなんです。状況はとってもいいんですよ。でも今だったらお相手の気持ちも二人の状況もとってもいいからね、なんかぜひ頑張ってみたら、なんか来月まで待たなくていいよみたいな、今頑張っていいんじゃないっていう、とてもとてもね、むちゃくちゃポジティブなカードが出ている。すごいです。なんかね、まあちょっとこう気になることとか、あとね、例えばお相手の人がモテすぎてあなたが嫉妬するとか、そういったことも誰かいなくてもね、考えられるかもしれないけど、そういう嫉妬さえ2人はこうなんていうの、脱皮できて、なんかとても愛し合うカップルになりそうだよって。なんかステップしてそうですよね。友達だったら恋人、恋人だったらプロポーズとか、お付き合いの長い人だったらで、ね、こうちょっとこの、もしこれが既婚の彼だったらっていうのはまたね、ちょっとより詳しく見ていた方がいいと思うんだけど、でもね、流れ的にはね、そういうハートです、もう嬉しい知らせですみたいな、そういうのがね出てるからね、とってもこれはこう幸せな状況がね来そうだよっていうことが出てます。よかったですね。はい、これが3番の方です。はい、見ていただきましてありがとうございます。はい、お待たせしました。4番の方です。カードを展開させていただきました。こちらがお相手の過去の気持ち、現状、未来の気持ち。そしてね、ルノルマンカード9枚出してます。そうだな。今、お相手の気持ちがソードのクイーンのリバースか。見ていただいているのが女性のあなたであれば、なんかね、お相手の彼はね、とってもこう
彼が寂しい思いをしているか、もしくはあなたがとても寂しい思いをしていることはお相手の人は知っているみたい。で、そうだな、それがただね、こうお二人のこう過去の流れを見てもね、決してこれマイナスのカードじゃないんですよね。あの魚子供キー、あのとてもこうポジティブなカードが出ていて、ああわかった、お仕事がむっちゃ忙しいのかな、お相手の人。それでなんかお互いなんていうのかな、あの絆はねしっかりあるような気がするんですね。お相手の人もしかしたら自分で仕事しているとか、そういう可能性あるのかな。だからこそね、こうむちゃくちゃ頑張ってるところが見えるんですね。で、ね、現状はどうかというとね、ワンドの5の逆、ちょっとこれね、喧嘩口論、そういうカードが現状なんだけど、今何かお相手の人もあなたもなんだけど、ちょうどね、これ道、いわゆる選ぶっていうのが、これ真ん中のカードが、これもキーカードなんですよね。なので1ヶ月後の状況どうなってるかっていうと、あのちょうど今あなたたちは分岐点に来ていますっていう、そういう状況が来月かなと思います。1ヶ月後でカードがコウノトリと道と、怒りなんですね。海に沈む、あ沈める船についてる怒りなんだけど、こうそうですね、これすごいちょっとこう興味深いあのリーディングだなと思うんですけど、旅立つとか子育てとか妊娠っていうのと、ね、選ぶ道、そしてでも安定っていう風な感じ、子育て、子供、結婚、このまま落ち着くか、なんかこう今こう本当にお二人はこうこれからこう頑張るか、あのいわゆる別々の道を選ぶかとか、なんかそんな岐路に、なんか立ってるのかな、立つのかなっていう感じがする。でこれこのまま行くとですよ、もし例えばちょっと喧嘩とかしちゃってて、なんかこうどうしようかなっていう状況にもし今 なってるとして、でそのままこれ進むとっていうことなんだけど、お相手の気持ちがね、相当の3の逆なんですよね。それと釜、ね、釜とリングと本が出ている。もしかすると本当にこのまま仲直りをしなかったら、あなたとお相手の人はこう別々の道に行ってしまう可能性があって、お相手の人も悲しいんだけど、もうこれはしょうがない別れなのかなとかね、そういったことをなんかこう選択せざるを得ない、なんかねそんな状況にもしかしたらなるかもしれない。でももしあなたに、とてもねやっぱお相手の人を愛する愛情があって、やはりお相手の人と離れたくない、このまま頑張りたいと思うのであれば、今がチャンスです。今がチャンス。今はまだこの分岐点ね、まだ間に合うから。これが来月まで待っちゃうと、あのもうこの関係は一旦ね終了しなきゃいけないのかなと、気持ちはあるのにですよ、お互い気持ちはあるのに、もしかするとこのリングね、あの結婚ね、これリングね、もしかするとお相手の人は結婚とか仕事がすごい忙しいかもしれないんだけど、結婚とか考えてもっとあなたと関係を深めていきたいって思うんだけど、でも相当の3と釜だからね、この分岐点でやっぱりもうこれ以上悲しい思いをさせちゃダメだとかね、あのそういったことでとか、もう喧嘩したからもうやっぱりあの合わないのかなとか、そういうことをこう流れ的にはね考える可能性があるんです。で流れを見ててもそういう可能性がある。でもなんかこうこれだけ思い合ってるんだったらもったいないよねっていう気がする。だからこそこの1ヶ月をあのお相手の気持ちとかをなんか待ったりっていうよりも、ちょっときちんと話し合おうっていうことで、
話し合っていかれると1ヶ月後の流れ、あとお相手のこの気持ち、あと今ちょっとねカーってなってるところがあるんだけど、それが落ち着いてこうあなたとの将来をね再び考え直してくれる可能性、それはねとってもあると思う。だからこそ今はっていうかね、もともと愛し合ってたしね、これだけこのキーカードとかむちゃくちゃいいカードですよ。なんかねこれだけこう相性のいい人ってなかなかいないかもしれないから、だからこそなんかこのご縁をねこうこのままこうね離れるっていう形になるんではなく、この道をいい方の道、2人で一緒に歩く方の道、そこに選んでいかれたら、未来はねこのリングがあなたの元に手に入るかもしれません。お相手の人から何らかの話があるかもしれない。だからこそ今のこの時期をね、無駄にしないでこう怖がらずに話し合いなどしていただいて、あとはお相手ね分かってるんです、あなたに寂しい思いをさせていること。でもお相手の人はやっぱり仕事生きていかないといけないから、お仕事とっても頑張ってるんですよ。でそういう現状とかを分かってあげた上で、そうするとねまたここの流れがねとってもとっても変わると思いますよ。この9枚の中でこの道っていうカードが一番キーカードなんですよ。一番のポイントのカード、そこに選択って出てるからね。だから、その選択、いい選択ができるように後悔のない人生を歩んでいただけたらと思います。はい、これが4番の方でした。最後まで見ていただきましてありがとうございます。